シンクロガールズの主役で座長？緊張しちゃうけど、この大事な舞台絶対成功させてみせるね。みんなが愛する村営白鳥プールを守るために、私たちの夏はまだ終わらない。まだ終われない。シンクロナイズドスイミングにかけた青春の物語。あ、今はアーティスティックスイミングって言うみたいだけど、大好きなプールを守るために立ち上がった部長か。かっこいいよね、アヒルちゃんって。舞台は1950年代、村に一つしかない高校で、シンクロ部を立ち上げ、初代部長となった黒沢アヒル。村営白鳥プールを取り壊しの危機から守った、シンクロナイズドスイミング界の伝説の部長。私なんかに演じられるかな、こんな立派な人。ダメダメ、私なんかになんて言っちゃ、主役に選んでくれた B 組のみんなの期待を裏切ることになっちゃう。自信がないならつけるしかないよね。勉強して取材して役を作り上げていって。よし、そうと決まったら早速取材に行かなくちゃ。一番部長らしい人のところに。一番部長らしい人、って誰だろう。部長か。カレンちゃんはみんなを引っ張ってはくれそうだけど、試合の日付を忘れちゃったりしそうだし。ひかりちゃんは、じゅんなちゃんは学級委員もやってるし、ふたばちゃんは面倒見がいいし、二人とも部長には適任かも。かおるこちゃんは部長といっても稼働部とか作動部ってイメージ？バナナちゃんはみんなを上手にまとめられそうだし、クロちゃんは部活を明るくしてくれるよね。天童さんは、主役経験豊富な、座長？座長か。プールサイドでのお芝居と、プールの中でのシンクロ。すごく大変だけど、すごく贅沢な演目だよね。演じてみて初めて分かったの。シンクロの大変さとか、難しさとか、面白さとか。お芝居と泳ぎの融合、この演目を成功させられたら、きっと大きな自信になると思うんだ。そうでしたか。それで私のところに取材に。うん。天童さんって小さい頃から舞台に立っていて、主役をやった経験も豊富でしょ？それこそ第99回青少祭だって。私、座長の主役の経験ってほとんどないから、心構えとかを天童さんに聞いておきたいなって、迷惑だったかな。ダメですね。そっか、そうだよね。自分の大切な経験だもんね。いいえ、ダメなのはその相手の迷惑を気にするという姿勢です。え？確かに、私は何度も主役をいただき、座長として舞台に立ってきました。その時、大先輩の舞台俳優の皆さん、共演者の皆さんから教わったのは、
わがままであれということでした。わがままであれ。舞台とは、舞台に立つ役者の何倍もの裏方さんたちの力があって初めて成り立ちます。演出も脚本も照明も小道具も衣装も、そのすべてが物語の主役を、座長を輝かせ、舞台を最高の一瞬にするために存在するのです。そう、全校生徒が一人の王を輝かせるために全力を尽くす。シークフェルト音楽学院などはその最たるものでしょう。あ、私などがアドバイスなどおこがましいのですが、露崎さん、シンクロガールズはあなたが主演で、あなたが座長の舞台ならば、もっとわがままであれです。本番が始まるまでにきっといろいろな問題が起きるでしょう。自分自身の演技に対する迷い、共演者との距離感、バランス。ですが、一番大切なのは主役であるあなたです。あなたの舞台を、あなたが一番楽しむべきであり、最高のパフォーマンスを発揮することだけが、舞台を作ってくれた皆さんへのたった一つの恩返しなのですから。天童さん。あ、申し訳ありません。アドバイスなどおこがましいと言っておきながら、舞台のこととなるとつい。ううん、ありがとう。なんだかすごく心に響いた。わがままであれか、なんだかすごく楽になったし、舞台がすごく楽しみになってきた。貴重なお話ありがとう。さすが天童さんだな。人より多くの舞台を経験しているだけですよ。それに、誰が一番部長らしい人かという問いかけ、私は露崎さんだと思っています。え？人のことを第一に思い、温かい心を持って、みんなと共に目標を目指す、まさに一番部長らしい人かと。シンクロガールズの本番、楽しみにしていますね、露崎真昼さん。私も全力で小ずるい番頭を演じ切ってみせますから。あ、うん、私も全力で部長で座長やりきってみせるから。